マには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。いらっしゃいませ。あ、トッキーさん、明けましておめでとうございます。おお、ちょいちょいカッコつけるトッシーくん、明けおめことやろ今年もよろしくお願いしますママはいないの？ところがいるわよ。あは、いたんだママ。何をいたんだママって、人を腐った食べ物みたいにそのいたんだじゃないし。ママ明けおめ。おめでとうタッキー、今年もどうぞデイジーをごひいきに。どうかな、彼氏でもできたら来なくなるかも。ってことはつまり今年も足しげく通ってくれるってことね。おいところでタッキー、お正月は何してたのよ。年末のデイジー餅つき大会に来るかと思ってたのに。いや、これがさ、聞いてよママ。私さ、クリスマス直前に風邪ひいちゃってもう大変だったんだから。あら、そうなの？そういえばうちのクリパにも顔出さなかったわよね。そうなのよ、寝込んじゃっててさ、ずーっと家でおとなしくしてたわけ。それは災難だったわね。もう平気なの？もうピンピンそりゃよかったわ。でもイベント目白押しの時期にかわいそうなタッキー。いや、いいのよ、元気だとさ、やることなくて一人ぼっちの寂しさが身にしみるじゃない。でも風邪で寝込んでて動けないっていう不可抗力的な口実があったから、さらっとやり過ごせたわタッキー、あんた重症よそれ。体が本能的に心を守ろうとして積極的に風邜ひいたのかもね笑ってるわこの子、大丈夫かしら。だったらママ誰かいい人紹介してよ。トッシーはダメよ。いやいや、トッシーくんはないから。だって無駄にカッコつけるんだもん。タッキーさん、呼びました？ほらねいいじゃない、トッシー可愛いわよ。ちょ、やめてくださいよ。あ、逃げたもうシャイな子なんだから。いやいや、シャイとかじゃないと思うよ。あら、そう？あ、そうだママ、餅つきやったんでしょ。じゃあお餅ある？あるわよ。お腹空いたんだけどさ、お餅でなんか作ってくれない？いいわよ。じゃあデイジー特製力うどんなんてどう？病み上がりにはうどんとか優しいもんがいいのよね。でしょ？私の田舎から美味しいうどんを送ってもらったのよ。それは楽しみ。トッシー、私うどん作るから、ちょっとタッキーの相手をお願い。寂しんぼの末期症状出てるみたいだから、一人にするの心配なのよ。おい、はい。はい、じゃねえよ。タッキーさん、お待たせしました、トッシーです。いやいやいや、ホストクラブじゃないんだから風邪ひどかったんですか？熱が結構出てなかなか下がらなかったの。ああ、病院は行ったわよ。薬も飲んだんだけどね、なかなかしぶとい風邪だった。ああ、じゃあまさに寝正月だったんですね。そう、食事もままならなくてさ、ほらちょっと痩せたでしょ。え？ああ、そう言われれば確かに方がほっそりしたような。いいわよ、無理には話し合わせなくても寝込んでた方が一人の寂しさが紛れるってさっきは言ったけど、あれは冗談でさ、やっぱり伏せってる時ほど一人ぼっちを痛感することってないなってしみじみ思ったな。確かに、お粥でも作ってくれる人がいると全然違いますよね。そうなのよ、ゲホゲホ言いながらせっせと自分でお粥を作る虚しさたるや何がおかしいのよ。いや、タッキーさんがフラフラになりながらお粥作ってる姿が目に浮かんで。笑うところじゃないし、こっちは必死なんだからですよね、すいません。でもさ、ちょっと熱が下がってくると寝るのにも飽きてベッドの上で暇を持て余しちゃうのよね。ああ、わかります。でも安静にしとかなきゃみたいな。そうそう、だからさ、いろいろ今年の恋愛について一人シミュレーションをしまくってたわ。どういうことですか？妄想よ、妄想。今年はこんな恋愛したいなっていう。はあ、
恥ずかしがり屋の彼でさ、私が横顔を覗き込むと赤面したりなんかしてさ、初めて握る左手は緊張で震えてるのよ。タッキーさん。何？まだ熱下がってないんじゃないですか？もう少し療養した方がいいかも。おい。冗談ですよ。ってことはタッキーさんの今年の抱負は？もちろん恋する乙女よ。はい、デイジー特製力うどんお待ち。わー。